小六男子の浜学園生です自分なりに目標を持って頑張っていたのですが中だるみの際保護者はどう対応すればよいのでしょうか、えー、佐藤ママの文房具作戦新しいものを買うなどはまだ使えるからと効果がありませんでした <laughs> なるほどね そうですね、まあ、うちの文房具作戦というのはね、まあ、基本的にあの新学期になった時にね、まあ、文房具を買って、ちょっと新しい気持ちで頑張るぞみたいな感じになるのと、まあ、子どもたちが、えー、なんか新製品のね、えー、っとなんかシャープペンが出たから買いに行きたいみたいなことを言って、よく買いに行ってましたけどね、自分たちで。まあ、そういうことは自分たちで知ってたんですけどね、まあね、あのーまあ、中だるみてたるんでる場合じゃないんですけどね。 だから、まあ、中だるみってね、まあ、大体そこら辺のも中だるみとかやる気がなさそうとか、なんかこう、もうなんかこうやる、なんかこう、ちょっとこう、吐きがないみたいな感じってね、基本的にやっぱりね、あの、問題がわからなくなってるっていうのが、原因が多いですね。そろそろ自分のこう、なんかキャパを超えてるんですね。それは、やっぱり繰り返しの、ええー、繰り返して身につける 付け方が足りなかっったんだと思いますねやっぱりわからないんだから、何回もやらないといけないんですよ、で今までは例えば4年、5年とか優しかったんで、1回で覚えたかもしれないけど、6年ぐらいと難しくなるんでね、1回で覚えられなかったら、2回やれよって話なんですよ、わかるまでやらなくちゃいけないんだけど、今まで1回で覚えたんで、の面倒くさいんです、2回、3回やるっていうのは、それはないよねって、自分の頭の中は自分で面倒見ないといけないんで、だからそこらへんはね、やっぱりわからない。 かかどうかってちょっと聞いてみたりとか、点数見たら、もう大体もう分かりますからね、いやこれじゃちょっとねっていう、ここもう一回、宿題をやり直すとか、ちょっともう少し手を入れてみたらみたいなことの相談に乗るってことですかね、もう点数を責めないでっていうことですね。